ごきげんよう、モチベーションアップ講演家の宮崎豊です。今日は2020年10月の17日土曜日です。今日は午前中から NP 法人の打ち合わせがありますので、百貨クラブの打ち合わせがありますので行っていきたいと思います。今日の新聞、中国新聞は首相拒否理由示さず、学術会議問題会長は説明要望、在り方協議では合意というのが中国新聞の一面に載っております。そして今日は何といってもこれ、まあびっくりしたり、いやー驚きましたね。これは県北版に大きく載っております。それは庄原観光空洞化を懸念、吾妻山ロッジ来月15日に実質的閉館、市や関係者驚きと落胆とあるんですが、なんとこれちょっと読んでみますと、庄原市日和町森脇の旧華村吾妻山ロッジが11月15日に実質的に閉館することが明らかになった16日、市や地元の関係者には驚きと落胆が広がった。7月末には同じ日和山連峰を拠点とする県立県民の森かっこ同市最上町かっこの指定管理者が自己破産を申請し、施設が休止になったばかり。雄大な自然を前面に打ち出す庄原観光の空洞化を懸念する声も広がるというんですね。吾妻山ちょっと見てもこんな吾妻山の旧化村、まあなんといっても吾妻山旧化村、実はあの建物ができるときに、その建物の設備を私が勤めていた会社が全部受注したもんですから、その中の空調と給排水を私が責任者で担当して、何回も行って工事をやった思い出があります。そして何といってもその吾妻山を使って県北レクリエーション協会、県北レクカレは40年近くそこでキャンプをやらせていただきましたね。203日のキャンプをやらせてもらいました。7月の夏にまあやったんですけども、まあ行った時にはですね、キャンプ場の近くもテントあるとことか、常設テントの周りは全部きれいに草を刈ってありました。そして小坊主といって、私たちがゲームをやったり、山を上がるところの山もきれいに草を刈ってありましたね。池のほとりも草もきれいに刈ってありました。いやー、自然の管理というのを今からまあ、大変だと思います。あれだけの山を管理するのは相当な人力、費用もかかると思いますし、まあ、観光に来られる方もそれが、まあ、楽しみで来ているわけで、もしあの自然が荒れたら誰も来なくなりますね。いや、魅力もなくなりますよね。いやー参ったですね。その県北レクカレのキャンプのことを思い出すと、まあ、これはそこの吾妻山でやったキャンプです。その中で吾妻山に ハワイを持っていこうというんで、まあ、こんな格好をして、やりました。そして、県北陸からば1年、のプログラムを毎年組んで、やってます。これはその一つのチラシのこのファイヤーはもちろん吾妻山で行ったキャンプファイヤーの写真です。まあ、その時のキャンプ、こんな1年間僕は全部これを約今50年ぐらい続けております。そのうちの40年ぐらいは吾妻山でキャンプをファイヤーをやりましたね。これなどを思い出すのは、まあ、キャンプファイヤーは花といえばキャンプファイヤーですよね。まあ、もちろんいろんな盛り上がるプログラムいっぱい、料理コンテストとか、まあ、ゲーム大会とかソング大会、オークション、まあ、いろんなキャンプにはプログラムがあって燃えるんですが、まあ、特に、キャンプファイヤーは燃えますよね。まあ、そのキャンプファイヤーの伝説はもう数限りなくあります。まあ、一つ、まあ、ちょっと言うとですね、ファイヤーではもちろんこう池田を組んで、このファイヤーをこう作るんですが、
そのまあこの井桁の組み方とかですね、ファイヤーのその組み方とか点火の仕方、まあ毎年ですからマンネリ化にならないように常に、エールマスターコースというのがあるんですが、そのエールマスターコースが工夫し、まあ1年間ぐらい考えて、まあ、作り上げていくという、まあ、伝説のファイヤーです。その他一つが思い出しましたね、ファイヤー上にこう、まあ、真っ暗になって無灯火でみんな山のちょっと中腹にあるところにみんな歩いてこう行くんですよね。そしてこう、まあ、あの頃多かったですからね、100人前後いたんでしょうかね、ものすごく養成講座に人が来ていましたから、ずっと回る。そしてファイヤーへ上がってみると、なんとその真ん中に普通置いてあるこのファイヤーが、ファイヤーの井桁で組んだものがないんですね。あれ？今日はファイヤーやるんじゃないかと思ってましたら、山の上からわっしゃい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 と言って、おみこしの形で井桁が、ファイヤーの井桁がこう入ってくるんですね。そしてドーンと真ん中に置く。そうするとこちらから女性の女神が現れてくるんですね。もうあの頃はですね、さらしを巻いてですね、女性が来るんですね。まあその時はまだ真っ暗ですが、その点火の時にパッと上げるとですね、ファイヤーのトーチがバーンと燃えるんですね。そしてその女性が、普通は大体こうファイヤーの下からこう入れるんですがね、その女性はそのファイヤーパッと足をかけて上からドーンと真上から松明を、トーチを下ろす。ドーンと火が上がる。燃やせ燃やせ心を燃やせ火を燃やせ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 心を燃やせ火を燃やせ高く高く高く心を燃やせ火を燃やせ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 心を燃やせ火を燃やせ。栄華帳集いの言葉毎回出てきて、まあ、ファイヤー始まるんですが、まあ、そのようなファイヤーの点火の仕方も始まり方もいろいろ工夫してね、中には山の上から嫌がったとスラ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 っと押してきて、下の中に下から入ってドーンと燃えるとかですね、まあ、いろんなことを考えてやりましたが、その吾妻山のもう中心であります吾妻山休暇村ロッジが閉鎖、もう来月もすぐですね、来月の11月15日に閉鎖する。去年も住吉加谷さんと一緒にあそこに伺ったことがありますよね。いやこの吾妻山のから上がっていく山のあの花々が咲き乱れるあの景色が、これがどうなるんでしょうかね。いやー、環境を守れと言いますけども、なんか守れという声とは裏腹に実質現場のテンションがどんどん下がっていく。いや、下がっていくだけでなくて山がまた荒れていくのかなというのが非常に心配ですが、でも今このコロナ禍で、まあ、そういういろんなことが起こってますが、でも山で教育するというかキャンプの人間力をつけるのは、まあ、このプログラムはすっごいですからね。まあ、これを一度
大和のキャンプを山で味わうと人間のちょっと量が大きくなるというんですか、人間力がつくというんですかね、それは今40数年やってきた中で本当に思っております。いやー、なんか次の一手をぜひ打ってほしいと思います。今日もチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。まあ、こんなことでですね、これまたレクリエーション協会で20周年、30周年、40周年、50周年とまあ連なっているんですが、それも吾妻山の恩恵を受けていることを思いながら、非常に今日は驚きと残念な、なんか寂しいような気持ちになっております。ではまた明日、ごきげんよう。